まあ、ショートケーキ笑うね。現在借金野郎がこんなもん寝たかって、借金だらけのクソ野郎笑うわ。あ、借金借金借金な、勝利が泣くんでクソ野郎。あと今日やったやつは払えよな、どんどん、はい、払えよな。払いました。あ、そう、払いついでに行ったの。うん、すごいね。あ、私はいらないから、私もう食いたくないから、何もまた片付けるの嫌だから、もう疲れちゃうから。飲みかけの飲んだ方がいいよ、めった開けないで。もうたくさんだからさ、ほんとにめったな、ガチャガチャしねえだよ、もう何回やられると思ってんの、そういうやつ。もうほんとにもう疲れた。それではショートケーキ食べる、いらない。おい、気持ち悪いから、いらない。食いたくない。何の。もう食いたくない、私は。お湯の方がとても美味しい。私は精神が待ってるから。うん、うまい。借金だらけだよ、少しは考えて、お金使ってもらわない。これは太るわ。悪いけど借金だらけなのに、少しはさ、考えてお金使った方がいいと思うよ。借金だらけなんだから。違う？自分ではそう思わない？働こうと思わない？自分で考えられないよ、私には。いらない、私は。いらない、悪いけど、いいって言うんだよ、私、いらない。あ、オリバちゃん来た。あ、ありがとうね、さっきね。あ、あ、ミスター、オリバちゃん。ギリギリで枠閉じるときに。ありがとうございます。ミスター、オリバちゃん。ありがとう。お前がアラムの席を、Windows、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマス、通常花火、ありがとうございます。枠切るギリギリで投げられちゃった。通常花火、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうね。喉がね、次全財かな。喉が痛い、次全財。喉が痛くてね。すごいね、ね、すごい子だよね。ね、借金だらけの一月30万払う人間がこんだけのもの食えるんだから、大したもんだね。え、詰めてないよね、全然ね。別にいいじゃん、俺酒もタバコもやんないんだからね。じゃあ人に迷惑かけない方がいいんじゃない、私のお金。酒やタバコやる人なんかこれよりかかってるからね、酒とかタバコで。いいじゃん、別に俺は酒もタバコもやんないでスイーツ食べれるんだから。よくないよ。親の、あの、年金返してよ、んじゃ30万返してよ。投資信託の40万返してよ。年金3個と80万返してよ、私に。そういうことしてて、ここにうまいもん食ってるとは間違いだと思う。それも食えばいいじゃん。いらない、親に迷惑ばっかりかけて一生恨んでやる。私はあの世行っても恨む。こんだけ苦しい思いするのは私だけだから。私だけだから、本当に私だけだ、こんな苦しい思いしてるの。いつもそう、ありがとうございます。しょっぱいせんべい食いたいな。イルミネーション花火、ありがとう。
ああ、20万返しなさいよって。しょっぱい線で買ってくれよかった。甘いもん、ありがとうね。甘いもん食べてしょっぱいもん食いたい。イルミネーション花火、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ああ、だす、イルミネーションふわちかだす。陰陽、陰陽師さん、ありがとう。陰陽師じゃないですか。あ、違う、陰陽師。陰陽さん。陰陽師。陰陽師さん。さっきもありがとう。陰陽師か。ありがとう。先ほどもありがとう。ありがとう。あだす、ジェイさんだす。ありがとう。本名字か。しょっぱいせんべい欲しいな。甘いもん食べたらしょっぱいの食いたい。親の買ってこなかった。あ、そういえばしょっぱいで思い出したけど、親の金ばっかり梅干し買わなかった。っていう子はすごい、ね、梅干し買ってこなかったわ。取られる方がたまったもんじゃないよね。そういえば梅干し買わなかったわ。ねえねえ、80万たら大金だよね。全部で130万だけどね。弁護士に着手金が払ったもんね、50万ね。それ入れたら130万だよね。親のお金そうやって使う人っていないよね。私一生恨むからね、うん、本当に。あなたは本当一生恨むから、いつもそう思ってる。私人にお金取られるん嫌だよ。自分のお金は自分が一生懸命働いてきたお金だから。私は、私人のお金は取ったことないから、今まで生きてきて。本当にはこういうのは初めてだから。余計ね、また来て。もういいよ。あ、イルミネーションマッチくんだ。何そっちは。いいんだよな。いいんだよじゃねえよ。黙ってる。いいの。ヤクルト飲んでね、いつもここにここ入れるよね。置いといてね、洗ってやるから。みんな私片付けてるから嫌なんだよ。バサーッと打ち洗いたらもう起きてきねえだよ。寝てたらもう。お前だけも起きてるからダメよ。関係ねえよ。あんたに金もらってねえよ。どんちに叩いてるじじいなんべ。何もしねえで。なんで人の鉄分飲むんだよ。てめえがよ、クソじじい。そうか、悪かったな。そうだよ。あんた鉄分。なんで飲むん。機長にもらったやつ。血が増えるやつだよ。なんでそこっち打ちやればいいじゃねえ。自分のとこへ、自分のとこへ入れればそうですか、はい、人の鉄分飲めやがってよ、クソじじいが。ほんとクソじじいだよ、おめえも。おめえも金なしほいち、おめえも金なしほいち、両方が。やだやだ、人のカードでみんな買って、なんでも。やだやだ、この二人抱えてたら。どっちもクズだから。ほんとろくな男いねえな。ほんとにたまげるな。ほんとに。一人いたら私すごいお金持ちだったよね。しょっぱいもん食べた。しょっぱいせんべい買ってくれよかった。甘いものとしょっぱいの交互に食べたい。しょっぱいせんべい買わなかった。しょっぱいせんべい。塩味。あんた県民で払えよ。塩味のせんべい。県民で払えよ。払えよ明日。払えよ。腹までずっと言うから。ここに置いてあるから。しょっぱいせんべい食い腹も腹ねえでよ、こういうもん食えるね。しょっぱいせんべい食いたかったね。え、腹も腹ねえでよ、こういうもん食えるね。普通じゃないよね。普通の人間じゃないよね。しょっぱいせんべい食べたかったな。
食べようって私食べたくないんだよ。ねえ、もう食べてえと思わない。ねえ、何一つ解決できない。ダメだよ。一つずつ解決しなきゃ人は。そうでしょう。ね、一つずつ解決していくんが人間だよ。ね、解決もしないでこうにやっていっぱい買ってきてね、食いてもん食ってね、それは間違ってるよ人間として。そうでしょう、うん、普通じゃないよ。コンビニスイーツ買ったぐらいでなんでそこまで言わなきゃいけないんですか。言わ、言うよ。じゃあ130万返してよ。別にいいじゃん。もう何なの別に。私の年金だから。コンビニのスイーツ食ったぐらいで130万返してよ。返せんだら返してから文句言えよ。親の年金だで。悪いけど投資信託の分配金だで。この間80万取ったよね私から。その前に着手金後、まあ、しつこいな同じこと何回も何回も。全部で130万だよね。その前によ。なんで毎日言うのそんな。もう俺うるさいからあっち行こうかな。同じこと何回もなんかマジでうるさい。行くんだら片付けてってね。ここ私片付けないからもう。もう一回きれいにしたんだから。もう嫌だから。こんな子いないで。早く出てってくれよ。毎日同じこと何回言うの本当に。しつこいわ、いい加減。だから出てってくれって言うんだよ。二人とも。いらないから。コンビニのスイーツぐらいでね、ぐじぐちぐちうるさいんだよ、マジで。すごいね。じゃあ、そういうこと言うんだら、130万返してから言ってください。悪いね。もう知らない、もうしつこい、同じこと何回言うの。毎日毎日毎日、何回言うの。何回毎日言ったら気がするの。本当のことじゃない、だって。言わない日ないやんっていうか、言わない日がないやん。だけど人から金言わない日なんか一日もないやん、マジで。連絡取ってさ、そういう。のりこにも同じこと言ってんべか。どう意見するか。そうに言うと思うよ。人からこんだけの金取って。のりこも言うと思うよ。相手にしないと思うよ、あんたのこと。私も同じ意見だから。私は人からこんな、人に金の迷惑かけたことないから。私、今まで生きてきて。あんたみたいに。のりこの旦那に言われたんだよ。あの時30万おろしぐらい言われたよな。生きてた時また金か信号って親の金取るんじゃねえってお前の母ちゃんの偉い東京な一生懸命働いて。それは吉江さんのクズなところ知らないかね。のりこさんこんなことね違うよ。一切吉江さんの旦那が言ったんだよ。クズなところ吉江さんが言わないからね。旦那が言ったんだよ。俺の悪いとこだけ文句言って自分の悪いとこ一切言わないから。違う、そうだって。だから俺だけ嫌われるんですよ。旦那が言ったんだよ。また金かって。そういう目があるんだら、ね、あなたがのりこさんに電話して俺の悪口ばっかり言ってる感じで。そうじゃねえよ。配信の夢があるんだら、ね、お前のクズみたいなところって一個も言わないでしょ。のりこの旦那さん言ったよね。配信の夢がある、そういうしっかりした夢があるんだらね、コンビニでバイトでもやってそういうお金で果たせって言ったよね。親の金は使わないでって。もうしつこい、何回も毎日毎日。そうにやって亡くなったよね。いまだにこれだよ。もっとひどいよ今の方が。ひどいよ。せやねえよ。私も長くねえからもう。分かるから自分で。自分で分かる。もう分かるよ自分で。自分の体の具合の悪いの分かるから。まあ私がいなくなったらしっかりこの家守った方がいいよ。だからこの家売りますから大丈夫です。あ、そうだんべね。そうだんだね、あんたはね。呆れるわ。あ、死んでから売ってって構わねえよ、わかんねえから。大した金売れねえから。300万ぐらいしかならねえから。前300万で売るっつう人が来たよな。
300万で売るかい、うちを。バカじゃね、笑うよね。300万で自分のうちを売るバカいる、最低だよ。笑うわ。300万の金で売るんだ、大したもんだよ。まあね、お世話なしんだよね。この家を全部売ってね、その代わりラスベガス行ってね、あれだから一攫千金だから。で、吉井さんのね、それでなんだ、全部遺産とかもラスベガスでね、億にするかゼロにするかの勝負をして、ゼロになったら何もなくなりました、ホームレスでって言ってホームレス配信して乞食するから、ネットで。構わないよ、何しようが。今日は夢見るよ。おじいさんの夢を見るよ。おじいさんかわいそうだよ。おばあさんもかわいそうだよ。あの世で泣いてるよ。本当泣いてるよ。まあ、そう思うよ。あの世で泣いてるよ。勝っても負けても、それを配信のネタにするからね。二人があの世で泣いてる。こんなクズいねえもの。自分は楽してうまいもん食って、人の金を減らして、こんなクズいないよ。あの部屋見てわかるよ、クズが。普通の人間じゃないよ。みんながあけぼの学院入れろって言うけど、私も無理やり連れてってもらってもいいかなって最近思い出した。連れてっちゃうっつうから、何人かで来て。本人は嫌だっつっても。みんなが言ったよね、入れろってね。本人は嫌だっつっても連れてっちゃうんだって、無理やり。いいんじゃない、おいでも。私は別にいいよ、もう。あんたさ、こういうものをもらってきてさ、これも再来ですよ。こういうのなんでしまえないの、こういうものなんでしまえないの、ここにみんな何でもほっぽっといて。よくないと思うよ、こういうの。散らかって見えるから。そう思わない？もうたくさんだよ、本当に。何でも。クズだから。一番のクズだよ、この辺の。あんたなんかね、死ぬときは一人だよ。誰も結婚する者はいねえし、どうやって死んでくんか知らねえけどよ、私はその時はいねえから知らねえよ。は、親父と同じだめ。あのじじい、血液の薬飲んで、人のズーズーしい、ズーズーしい男だ、あれも。あれも金取るし、何もしねえかんね。パジャマ着てテレビ一日見てんだ、休みでも。二日間休みで。何もしねえかんね、あのじじい。皆さんこういう人います？ちょっとお聞きしたいんですけど、ね、枕カバーね、ね、剥がしてね、枕のまま寝てるんです、あのじじい。枕って洗えないんですよ、そば柄だから。ね、カバー剥がしたらカバーかけるんが普通じゃないですか。ね、汚いなって。そうでしょ、みっこちゃん、わかるよね。普通じゃできないよね、だってさ、そば殻洗えないよね、カバー剥がしてね、そのままね、寝てろん。今日たまげた。汚い人だなと思った、つくづく。カバーは洗えるけどさ、ね、枕のだ、あれをね、直に寝てる、すごいね。男性に多い、そういう人。汚いね。私、あれ見てがっかりした。ああ、こういう男なんだ。だから汗かいたの、外に
こうしといてまた着るんだってそう思ったよ、うん、ダニだらけだよって本当だよね、うん、私がっかりした今日、うん、見たんだよ。こうしたらさ枕がねあるんだよ。こうしたらさ、うん、そうすごいね、うん、カバーなら剥がして洗えるけど枕自体は洗えないかんね。そば柄だからすごいね、うん、汗かいたのを乾かして着るんですか。そうです、しばちゃん、あの人はそういう人ですよ。洗濯一つしない、自分のタオルも洗わない、すごいよ。顔を拭くやつなんか真っ黒、汚いね、汚い男だよあれも、うん、話にならない。だって枕カバーかけないで寝てるんだよ直に。先生さ、普通じゃないよ。ベーコン焼きませんか。嫌だよもう、悪いけどベーコン。ジジイが血を増やしてんじゃねえよって。そうだよね、アスカちゃんね、うん、甘いものこんだけ食べたからさ、食生活しょっぱいもの食べたいんですよ。見ないで、ベーコンぐらいしかないんですけど。そう、見ねえで飲んだ、うん、野菜もっと食べないと、ベーコン食いたいな、嫌だよってね、うん、そうねえ、ほんとだよね、ベーコン食いたいな。すごいね、でもね、うん、まあすごいなと思う、うん、ベーコン食いたいしさ、あ、もうそれ以上無理しないでよ。なんでベーコンやってない。片付けてんだよ全部。またもうただ焼くだけじゃん。もういいよ、ただ焼くだけじゃん。もういいよ、汚さないでよ、もう疲れたからさ。ベーコン焼くだけやん。金は取られるし、贅沢はするし、もうどうしようもないよ私。本当にこの二人ダメな男だよ、本当。みんなたまげるよ、うん、たまげる。これ冷蔵庫入れとこ、これすごいなと思う。どんどんしまった方がいいんじゃない。いらないの。何を食わないよ。いらないの。いらないよ、そんなに食わないよ私。そんなの食うほど元気よくないもん。片付けばっかりだもん毎日。神経もおかしいし。だそうでしょ、自分の子が30万の支払いがあるなんて親おかしくなるよ。ベーコン食いてえな、ね、ベーコン食いてえな。そうでしょ、ね、ベーコンが食いてえな。自分の子がさ一月30万の支払いがあるなんて聞いただけで親はおかしくなるよ。神経がおかしくなるよ。神経おかしくなるのは当たり前だよ。ナイスをしてね。ベーコン食いたいな。ありがとう、ありがとう。ベーコン。じゃあ食べれば。え、いいんですか。そうすればナイスが増えるっていうから。うん、まあ、そこまでは増えないだろうけど多少増えるんじゃない。ベーコンどこにあるの。あ、自分であれ袋入れたけど、袋入ってない。私袋入れてしまったよね。どこだ。始まるぞってね。あ、これか。せっけに奈々ちゃん呼んでよって。ああ、これ汚れるよあんた、これ芋が。芋が汚れんじゃないのこれ。なんてだらしがないんかね、何やっても。考えられないよ。ないないない。だらしないね。汚れてないよね。汚れてない。だらしない、こういうの片付けてからやればいいじゃない。なんでこういうの片付けないの。直にうちゃんないでよ、そっち置いてよ、ゆすいでうちゃるから。なんなん、ほんとにこれ拾ってよ、ここに。
置いとけばいいよ、そっち私が全部重ねて打ちあるから、それどかさないでよ。悪いけどこれどかさないでよ。どかしてない。もういいからさ、もういいから、もうこういうガッサバグも打ちあんないでよ。悪い。じゃあ何なんだ、おめえにやれよ。こういうのはね、重ねてやるんだよ、ここに。これはここに捨てんの、あれは捨てんなとか、しつこいわマジで。知らねえよそんなの。出てけよどんどん、いなくていいから。こっから食べくるから、このクソガキ。なんなんこのクソジジイもクズだし、両方出てけばいいんだよ、どんどん。こんなやつ起きたくねえよ、こんなバカみたいな二人。そうでしょ、なんなんこのクズ。人のクズだよこんなもん。人間のクズ。頭痛いよこの二人といると、本当に。もうすやないよ、こんな長く生きないから。分かってるから自分で、おことなんか分かってるから、もう治らないから。私このクズ二人抱えて神経的にも参ってるし、もう終わりだから。もういいよ、あんた解除されたんだから、あんたがナイスやればいいんだよ。違う、イカルドさんと同じで、私そう思うけど、おかしいよね。僕はナイスはやりません。じゃあいいんじゃない。なんでかっていうと、吉江さんほどナイスがもらえないし、男と女だと男の方がナイスが激戦区なんで、やっても全然稼げないからです。稼げないからって、じゃあ親に やってさ、ほいであんたうまいもん食ってりゃいいんだ。私の人生どうなの、自由がないんだけど全然。どうなの。よいしょ。おかしいよね、この生き様。おかしいよね。換気扇使ってね。悪いけど強すぎるから跳ねるから。ベーコンなんて弱火でできるから跳ねるから。もう嫌になってくるよこのこと言うと。すごいよ。僕は TikTok ライブやりたいんです。やればどんどん出て、うちをふわっちではなく TikTok ライブやりたいんです僕は。やれば関係ねえから。何でも汚せばどんどん払えよ、県民税。スリッパ払う、置いてこいよどんどん。暑いなこれ、ここにあると。スリッパでも何でも置いてこいよ。跳ねるから嫌なんだよ。なんかこんなで焼けないや。焼けるよ、ベーコンなんかすぐ焼けるよ、生だって食えるんだから。もうダメだよこの子が来ると。もういない方がいい、私こういう子は。もうたくさん、もう嫌、もう嫌。ちっともね、親の金ばっかり使って贅沢して、こんな子いないよ本当に。贅沢って別にさ、コンビニのねスイーツ食ったりベーコン焼くぐらいやんな、それで贅沢言われてもさ。じゃあさ、親に迷惑かけないことだよね。親の年金使う、超高級なね、親の年金なんで使うわけ。世界最大チ、三大チミの、ね、トリュフとかそういうの食ってんだったらまだしも。そういうのはさ、キャビアとかね、私の使った金をなしてから言ってくんない、なしてから言ってくんない。スーパーのベーコンとさ、取られる人間はたまったもんじゃないよ。コンビニのスイーツぐらいでさ、贅沢言われても。でもね、取られる人間はたまったもんじゃないよ、自分の金を。あなたがじゃあさ、金持ってて手作り料理が一番の贅沢ですよ。手作りの料理が一番美味しいですから。あなたがさ、金持ってて手作りの料理が安くて美味しくて健康なんですよ。あなたどうも、それが一番の贅沢なんですよ。それが当たり前に食えない家計じゃないですか、ここは、ね、私取られてばっかりだよ。それなのにスーパーのベーコンとか、ね、コンビニのスイーツ食ったぐらいであざこだれたらたまったもんじゃないよ、こっちも。働けよ、働かねえ人間がな。こんなこと言うこと一つもねえよ。働けよどんどん、何の仕事でもいいから働けよ。
働けよ、どんどん。あんたにそんなこと言われる、いや言わねえよ。人の金弁当使って。何様だよ。俺ちゃおう、こんなバカ。こんな頭に来るよ、この野郎。もっと弱くしてくんない？跳ねるから。もう、火の調整しないで。だって、ベーコンなんか生でも食えるんだから、そういうとこやかに跳ねるんだからよ。悪いけど火の調整しないで、お前。お前、もこみちが料理、ね、ここで料理やっても、お前関係ないよ。火の調整すんのか、お前。もこみちがこれ使うの使わないの。もこみちがこうやってても、お前火の調整するのかよ。お前使わないの。使わねえんだろ、しまうからさ。使うよ、使う。1枚ずつ焼いてんの、3枚ずつ。どんどん使わねえんだろ、しまうから。おい、散らかるの嫌なんだよ、ここが。どんどんどっか行っちゃってくれよ、もういなくていいから。そうでしょ、早く死んで親孝行しちゃってくれよ。悪いけどそう思うよ。年じゃねえからよ。あ、これ全部焼いちゃうか。あともうこんだけだから。こんなとこに垂らさないでよ、鍋に。なんでここにこうぶら下げるわけ。長いから。長いからってバカじゃねえ。あ、汚したらみんな拭いてもらうかね、鍋でもやかんでもね。悪いけど拭いてもらうかね、ほら。はい、これ、これ、ゴミゴミゴミ、はい。置けば、あそこに。置いてると何？置いてると散らかしてる、片付けろっていうくせに。で、これに入れたらなんか、まあ、文句言うでしょ？ねえ、どうしたらいいんじゃ。あんた、片付けられない人間なんだよ、バカで。バカだから、あなたは。バカ。あなたは何にも片付けられない人間。バカだから。バカは何も片付けないね。向こうのじじいもそう。枕カバー剥がして枕時間寝てるんだから。あ、普通の人間じゃないよ。普通の人間じゃないよ、どっちも。クズの集まり。たまげるよ、ほんと。両方とも。腹が立つよ、こんな人間と生きてたら。常識がない。ほんとクズだよ。ほんで人のさ、血液の平気で飲んでた。おかしいじゃねえ、頭が、あのじじ。とんちんにてよ、15日に給料もらっても一銭もよこさねえよ、さやじじいだよ。ああ、たまげるよ、ほんとに。ああ、すごいわ、グズベーで。頭いいじゃん、私はもう、ほんとに。あー、もう嫌だ、こんな生活。私はどっちかまともなら いける、両方クズ。もう嫌だ。お前もクズだけど。クズじゃねえよ、出てるわ。クズじゃねえよ、私は一生懸命生きてきたよ。あんたに金なんか助けてもらったことはねえよ。吉井さんね、ほんとね、ベタイチョももらったことはねえよ。自分がクズな自覚がないのがもう立ち悪いですよ。俺は自分がクズなの自覚してるから。クズだったら親に迷惑かけねえで早く死んだ方がいいんじゃない。親父みたい。まだ親父の方が立派だね。あんたクズだったら自分が本当にまともな人間だと思ってるんだから立ち悪いわ。早く死ねば抱えたくねえから一切。大統領でね、37で自分は全部正しいと思って、一月30万の支払いがあるなんてね。自分のことを棚に上げるというよりも棚にすら上げてないんですよ。棚に上げるっていうのは自分がね、クズだ自覚した上で言うことじゃん、他人に。吉田の場合は本当に自分はクズじゃないと思ってるから、棚に上げるより立ち悪いですよ。ちょっと跳ねてるんじゃないの、音が。イライラするな。
みんな私に片付けさせんだろ。あんたは食って寝ちゃうんだろ、いつも。だって片付けさせたら片付けた。もう何回も片付けたら片付けたら、あなたに、ね、もう片付けさせ、あ、なんか片付けじゃないよ。もう嫌だから。私がやるよって言うんじゃん。何なのマジで。片付けるって言ったら、お前が言ったの気に食わねえよって言うんじゃん。もういいから。呼ばなきゃよかったな、こんなバカ。こんなもの呼ばなきゃよかったよ。私喉が痛いから呼んだだけで、どうして喋ってるの疲れるよ俺。もう悪いけど本当に疲れる。喉は痛いし本当疲れた。もうあ自分でやればあんなにすると思うよ。私は、調整しないよ、ヒノ。弱火しか使えないじゃん。強火とかの料理も全部弱火でやるんだから。うちにいなくていいから出てってよ。もう、出てってもらっていいから。もう出てってもらっていいから。もううちにいないでくれ。悪いけど。本当に。汚したの拭いてね、ちゃんと。鍋とか。ムカつくからこのバカ。どうでもいいんだよこんなクズ。悪いけどもっと静かに置いてくれる。傷がつくからガチャって置かないでよ。傷がつくから器を置くときは静かに置くんだよ、クズだよ。あ、クズ、なんでガチガチャガチャ。お前も同じぐらいガチャガチャ言ってる。そうじゃないよ。このコップを置いた時は傷だらけだよ。同じぐらいのガチャって音したよ今。こう傷だらけだよ。悪い。全然変わんなかったよ俺の置いた時の音。傷だらけだよ。もういいんだよ。お前なんか早く死んじゃえばいいんだよ。いなくていいんだ。お前どんだけ自分に甘いの本当に。どんどん死ねば。なんで自分だけ和田アキ子なの。なんで自分だけ笑って許してなの。あんた関係ねえから死んじゃってくれ。もう。これ以上苦労かけたくもう嫌だから私何一つ片付いてないから毎日毎日請求書が来て食べるよ。ひろちゃんいらない請求書が毎日来る。うまいな。甘いものいっぱい食ったから、あとの塩辛いもな。請求書は来るしスリッパはなさねえし何一つ片付いてない。県民税も払ってないね。ずっと言いますから払うまで。最低人間。今日も3万支払いが来てた。あ、これメロンソーダじゃなくてこれ1ヶ月30万も使うばかりいる。仕事しねえやろがさ1ヶ月30万の支払いもう普通じゃないよ。普通の人間じゃないよ。もうそこで普通の人間じゃない。普通の人間はそんなね。そう本当だよね。自転車操業だよね。あっちこっちで借りて。そう思います。挙句の果て、人の金まで踏んだくる。すごいよ。すごいよ。笑うわね。笑うよ。笑うよ、あんた。笑う。お前は。ああ、おいばあさんから。おいばあさん、おいばあさん、ありがとうございます。ありがとう、おいばあちゃん。ありがとう。お前が、お前が、お前が、アラブの石油を、ウィンドゥズ、ウィズ・ゲイツ、ソートバンク、ソーマサヨシ、ありがとう。ミスター、おいばあちゃん、水上花火、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。ありがとう。おいばあちゃん。誰かこの子もらってくれる人いないでしょうか。私には必要ないです。本当に。誰かもらってくれる人いないでしょうか。
私もっと楽になりたいです、人生本当に本当にこの子がいると私大変です。誰かもらってくれる人いますかね。あ、しげしげちゃん、うん、いませんよって、いないよね、うん、もらってくれる人いないよね、うん、こうだよね、うん、不良キングポンブはいません。犬を飼いましたね。なんか途中で飽きたとかお金がかかるからって言うんで、犬飼ったのに放棄して保健所を連れていくような真似するんですけど、生さん。ナイス、毎日押してます、ありがとう、ありがとう、よしえさんありがとうね、しげしげちゃんありがとうございます、ありがとう、ありがとう、リボンさん本当に息子さんいなくなったらどうしますか、うん、別に私何とも思わない、うん、思わない、うんうん、ここまでねやられれば疲れる、親子じゃない、ここまで親の金を踏んだくるやつは親子じゃない、私だってこの家を回していかなくちゃだからそうでしょ、ね、食い方がキモいって、うるせえ、てめえの顔も気持ち悪いよ、うん、これで親子だからね、言っとけ、あなた俺に対して気持ち悪いって言ったんだから、むしろそっちから最初に喧嘩かけてきてんだから、